ストンってたわむんですか、うん、だいぶたわむでしょ、そりゃ相当たわむよ。だってあんなもん、時々僕はまあまあ時々僕言ってあれだけど、あのピストンのな、例えばよ、ヘッドの部分を、まあ、バイスなんかで軽く固定しといて、はい、スカートがあるが、スカートのとこへダイヤルゲージあるとこだろ、はい、であれデカトーさんつまんでごらん、スカートをギュンギュンってから手で、はい、もうぐるぐるってダイヤルが動くから、へえ、そんなもんなんよ。だから言っちゃうけどピストンクリアスがどうじゃああじゃとかものすごい細かいこと言うけど、そんなにむちゃくちゃ細かいことを言わんでも、まあ、ある程度にはあるよ、はい、うん、さあ僕もやったことあるよ、00のクリアンスでエンジンかけたりしたんよ、 OS の単造ピストン、アイドリング差し終わったらキュッて電池が止まるんだほんでまた水温が下がったらエンジンかかってまた温まったらキュッて止まるんよなそこで回したりけん、回したらもうギュッてなったのガーッて動かすからもう焼けるんだけど、はい、アイドリングぐらいやったらピュッて止まるんよエンジンが。それは実験でやったんですか。実験、そりゃいろいろやってるから、うん、そう、それは熱膨張、膨張、それは単造ピストンで伸びるし、これは鋳造でもあれだろうけどね、あ、単造の方が伸びやすい、むちゃくちゃ伸びるわ、それはもう密度が詰まっとんね、もう材料がギュッと凝縮されてるから伸びやすいわな、損害強度が強い、もう倍半は違うだろう、もうたわむんですよね、たわむ、ピストン、丸いピストンと、うん、ピストンピンとかがへこんでるというか、その上は丸ですけど下がなんていうんですか、エッジ型みたいなコンドットが入るところまでぐるっと丸いやつと、なんか肉抜いてるようなピストンあるじゃないですか、うん、あれは膨張率変わってくるんですか。膨張率が変わるっていうかな、あのあたりはな、そのそれこそ変形をさした時の強度の問題だろうな。うん、あれは結構まあ、皆さんノウハウがあるから何とも言えんけど難しい話。変な形状のものはすごい膨張してもうシリンダーにガーッと当たるものもあるし、もしくは膨張をしてもどういうかな、膨張してシリンダーに当ててもさっき僕が言うようにうまいことたわまして焼けないピストンもあるし、だからここはなもうその一概にどうとかこうですああですとは言えねん。各チューナーやメーカーさんの考え方もいっぱいあるし、うん、何とも言えないそこは。じゃピストンのスカート部分にいろんなコーティングしてるピストンあるじゃないですか、うんうん、あれはやっぱりそれぞれの考えってことですか。それは考えでしょうね、それはね、うん、なるほど、うん、あとはもうただなやっぱり単造のその材質だろうな、それにもよるわ、銅をいっぱい混ぜたような単造アルミ単造材とかシリコンをたくさんマスターのアルミ単造材でもやっぱりそれは違うからな、耐焼き付き性が、うん、熱を持ってこう滑ってくれるものもあるし、うん、ピストンってどれぐらいの力を受けてるんですか、バンって爆発するとき。それはとんでもないトン数だわ。それはトンですよね。それもちろんもちろんもちろん、それはもうエンジンの仕様にもよっても排気量にも全然違うけど、うん、すごいな、それをアルミで持つんですね。そう、持たすもんな、まあ、瞬間の話やからな、それやっぱりな、うん、だから僕は言うのはもうそのトンをまあどういうかな、それはできるだけたくさんのトンで抑えてやりたいんだけど、その抑える時間だろうな、それを短い時間でバンと抑えたいんよ、はい、ダラダラ燃えるエンジンはもう長い時間弱い力でダラダラって抑えるんだけど、そうだしに瞬間的に爆発させた力でバンドンと抑えたい、うん、こういうようなことをしたいんよな。そう、急速燃焼、急速燃焼、そこよそこよ、もうとにかく早く着火させてボンと抑える、うん、これを指したいん僕は、もうどうにかこうにかとにかく燃焼なんよな。うん、ドンって落ちるときに要はシリンダーにも負荷かかるじゃないですか、うん、で、うん、この前の S2000 のやつなんて FRM とかいうファイバーなんとかっていう、うんうん、コーティングか溶射か分かんないかされてるっていうふうになってますけど、うん、それはやっぱりいろんなスリーブとかでいろんな考えがあるってことですか。そうだな、いろいろあると思う、それはもういろんな方法をやった結果こう行き着いたんだろうね。うん、それはだいぶ進んどると思う、あんなことをどういうの市販でしてくるっていうかな、あの当時にね。うん、 B 型は違うんですよね。 B 型は違う、 B 型は鋳鉄を煮込んでるでしょ一緒に。そう、ほんでタッチャーが持ってるアルファロメオなんかはアルミのシリンダーに鉄のライナーを上から刺してる、
ウェットライナーいう方式でダートンスリーブ、おまあそういう一枚そのダートンスリーブや、うん、だけどあれは注意をせんと、もう僕はタッチャのあのアルファロメオのエンジンなんかでもよく見たんだけど、冷えてる状態から例えば90度付近までブロックを温めるが、ほなブロックの高さかなコンマ3ミリから 0.3 よ、 0.3 から 0.4 ミリぐらい伸びるアルミが。だからその時に鉄のライナーとブロックのアルミのシリンダーがつらい血になるようなことをしてやらないと絶対にガスケットが抜ける。あ熱持ったら側がグーッと押さえていくから中のライナーが踊り出すもん、そりゃ。だからあれがその後から鉄を入れるエンジンというのは難しいと思う。でホンダの B 型なんかはあれはまだ煮込んでるからな、鋳造の時に一緒にぐるっと周りをアルミがもう囲えてくれてるから、鋳物の鋳造で一体、いや一体いうかもう煮込んでるから、まだあれはなブロックが膨張してもまだどうにかライナーも引っ張っていけるんじゃないか思うんやけどな。だけど後から差し込んどるやつはもうよう気をつけんと本当難しいよ。ということはもうライナーは入れ替えることはできないんですね。その手のエンジンはもう後からなんか抜いて、いやいや OS 技研でやってるアルファロメオのエンジン、あれはライナーをアルミで作った。で中にさっきで言うそのコーティングしてな、中に硬い金属をそれで使ってる。ほんなら今度はアルミの無垢材から削ったものだから、鋳造のものより無垢の方が伸び率が高いんですよ。あ、はいはい、だからつらい血に仕上げてあっても熱を持ったら若干あれ中のライナーの方がギュッとしてヘッドを押さえつけるからもう絶対抜けんガスケットが。だからタッチャのエンジンなんかでほんまにもうぶまし行こうと思うたら、もう冷えてる時はヘッドとブロックの間から水が染みてるぐらいにしょうがないけんと思うわほう極端に言うたら。ほんで熱を持った時水が止まるようなエンジンぐらいにしとかんと物理的に難しいと思う、ライナーが踊って。それとあと難しいのはな、当時まあすげえよアルファのエンジンはあれオールアルミで作ってあるんだけど、あれクランクキャップ、クランクキャップもアルミで作ってあるわけよ。でしかもすごいよなあれ、単造のキャップなんよアルファロメオは、はい、全部単造、まあ当時ランボルギーニもそうなんやけど単造のキャップ、また単造いうのがまた伸びが鋳物に比べてまたすごい大きい伸び率が、はい、それから熱を持ったらやっぱりクランクの中のもうオイルクリアランスがものすごい膨張して中でクランクがもうカタカタ動くか分かるぐらい伸びる、うん、だから油膜が保身できになって焼けるんやな結局。だからアルファのエンジンはもうあんまり回せないって昔から言われてるわけ。うん、だから OS 意見で当時したのはクランクキャップをあれ鉄の鋳物でキャップを作って、それでラインボーリングをして使ったんだけど、これはおそらく当時のアルファロメオの陣営もそうやったらいいのが分かってたんだと思う、分かってたんだと思うけど、どうしてもできんかったのが工作はできんかったんだと思うよ、ラインボーリング、ラインボーリングが。それは当時のハイスの刃でよ、もう刃物が良くないわけよ。ほんで主軸の剛性も少ないと思うんだ。それで型や硬いもん削って、今度はブロック側がアルミだから柔らかいが、硬いもん柔らかいもん硬いもん柔らかいもんで、それは絶対刃が逃げると思うんよ。だから綺麗なラインが出んかったんやと思う。だからもうしょうがなしにもうアルミで行かざるをえんかったんやと思う、あの頃の機械って、あのエンジンってのは全部。それが鉄同士だったらええんよ、鉄の鋳物で鉄のキャップだったらそれは同じ硬さやからラインボーリングできるんだけど、片方が柔らこうて片方が硬いっていうのがこれが問題があったんやと思う。うん、あれそのラインボーリングでな、そのアルファロメオがそうなっとるが、ほんでホンダの B 型エンジン、ホンダの B 型エンジンはあれは実はまあみんな知っとろうけど、キャップは鉄なんよ、鉄の鋳物なんよあれ。え、ブロックはアルミですよ、ブロックアルミ。それから刃物と主軸の剛性が良くなったから、そういうラインボーリーができるようになった、硬い柔らかいがあっても、はい、それがあるから熱を持たしても膨張率が低いわけ、ハウジングの内径が。だから熱を持ってもオイルクランスが保たれてるっていうこっちゃな。変形しにくい、しにくい。だから結局キャップが熱膨張しにくいから、そうやっぱりキャップ側っていうのはどういうんかな、あれだけの物体だから熱を抱えやすいが、はい、でブロックの親の方は親いうかブロック側の方は熱を持ってもブロック全体の温度だから熱が引きやすいが、だけどキャップの方は熱が溜まりやすいが、
だから、そっちのキャップの方をあの鉄で作っとんねんな。ああ、なるほど、うん、で、しかも交差機械がようになったからそういうことができるようになった。だから、OSG 系のアルファロメオのエンジンもあのキャップを鉄のいいもので作って、硬い柔らかいガルキをラインボーリングスーッと通して使うようにした。ほんならクランクが大人になってからもうほんまに8500で回しても もう全然エンジンが持つようになったし。へえ。そうだから、アルミのキャップの、いやから、アルミブロックのエンジンっていうのはものすごいな、難しいんよ。さ、あのいろんなことを考えて、特に熱膨張をよく考えてやらんと。そう、なるほど。いや、いろいろあるんよ、これ交差機械のその加工のことまで知ってきたらね、いろんな問題があると思う。だからプリンスの G7 エンジンっていう、プリンスの S20 が出る前の前身の6機直6、あれなんか、メタルの数が4つしかないんよ、メインメタルが、6気筒のエンジンなのに。はい、結構少ないよ、メタルの数が。それはこうでも、まあそれはベンツや当時、外車のエンジンがそうなってるから、それでマネで作ってるのもあるかもしれないけど、おそらく7ベアリングが、もう刃物が持たんかったんやと思う、ラインボーリング小手。もう7箇所も全部いかんかったんやろ、もう向こうまで。うん。あの頃、こっちから行ってあっちから行くようなラインボーリングは絶対してないと思うから、もうこっちからずっと行くようだと思うんだけど、で、長いブロックがね。それからイギリスの、日産で言ったら、サニーの1000。線は3ベアリングなんよな。メタルの軸受けが4気筒なので3箇所しかないんよ、5箇所ないんよ、はい、やっぱりこれもやっぱりもう工作性のあれと、やっぱりそのオースチンから作り方を教えてもらったオースチンの流れが残ってたんだろうね。でサニーの線はあれはな、カムチェーンがやっぱ伸びやすいんよ、カチャ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 いうのちょっと距離入れたら。でそれなんでかって言ったらやっぱりシングルチェーンな、だからシングルチェーンやからやっぱりもうチェーンが伸びるんだろうな、当時のチェーンやから。だからもうすぐしゃくるんだけどね、カチャ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 追い出すわ、距離ちょっと乗ったら。でサニーの H2 からダブルチェーンになってるわ。やっぱりダブルローラーチェーンじゃダメだったんやろな。いうかこんな話して面白いんかな。これ何ですか。おお、これはね、ここよ、ちょうどこの部分に来る、これ。ろくろ回して、ろくろ回して、ろくろ回してです。それはもう後ろからこうろくろこうな、このセネケンが違う、あれゴースト、あ、ゴーストか。そうか、タッチ、あのシーンに多分泣いてるはずなんよ絶対絶対関係は待ってるはずなんよ。いやいや、これこれよ、このエンジンのやつ、このエンジンのこれダンパープーリー、クランクプーリーも弱いんよ、フェラーリって。ほう、そう、フェラーリのこの BB 系はな、まあこれはもう308もそうだし、ここがダンパー、絶対こういうものはもうダンパープーリーのダンパーはいるんよな。もうね、ないとえらいことになる。このまま一体で作ったりしたら最悪だわ。ここは純正は、ここがこうビューンとこれゴムで溶着しあって、この外がウエイトが別になってる。トヨタの 2J とかもそんなついてません、うん、もちろん、いや、そう、もちろんついてる、どれもついてるわそりゃゴムで、うん、分離する。それはトヨタ 2000GT なんかの3円もついてるんじゃないかな。これはついてるだろ、ダンパープーリーは。4気筒には4気筒はあんまりない。4気筒は理論的なくてもいいとは言われるんだけど、うん、だけどやっぱりあった方がいい。やっぱり打ち消しはいる、打ち消しウェイトは、うん、で6発の方が振動少ないんじゃないですか。いや、エンジン車の振動は少ないけど、そのな、どういうかな、この水平対向12や V12 はこうもやっぱり絶対ダンパープリがいるんだけど、エンジンってな、はい、こう一見滑らかに回っとるようなけど、こうなりながら回るようにと僕は思うと。まあそれがあるからこんなもんがいるんだろうけど、こうなりながら回ったんやと思う、はい、細かく言うと。でこう行ってこう戻るときに、この周りのウェイトが質量保存の法則でこう残ろうとするが、その時にこのダンパー効果を生みながら回ってるんよな。でこれは絶対いるんよ、こういうものは。もうこんなもんなくてリジットで作ったらキーが絶対飛んだりするかね、ロッキーとなんかなってくると。うん、でこれはどういうのかな、まあこういう構造なんだけど、これこの中へこれ仕込んだの、ダンパーを。だから仮にひょっとその、これはこうフェラーリの場合はゴムがちぎれたらこれダンパーが外れるんよ、はい、もうえりえことなの、大損害になるんだけど、もうそれが大きいようにひょっと外れてもこの中の箱の中で全部もうことがすね、外へ出んような構造のダンパープーリーにしてる。それはメーカーは考えつかなかったのか、うん。いや、それ作るんが面倒なんでしょ、そこまで。ああ、なるほど。だし、まあ、70年代のもんだからな。あれ、ランボルギーニの僕らね、スパーダなんかはダンパープーリーがそういえばついてないな。ついてない。12ですね。12ついてない。まあ、あれはこう設計が古いからな。
これはこうもう一回り新しい設計エンジンやから、やっぱりその辺はだんだん解析で生きてきたんだろうね。例えば4気筒につけてもその静かになる、うん、滑らかになるんですか。滑らかになると思う。うん、だからあの 4AG なんかついてるからな。いや S2000 もついてるやろ、ダンパープーリーは。ホンダがそんなとこ手抜くことは僕は思えんわ。絶対ついてるで、そりゃ見てみよう。うん、まあ僕もごめん、もう S2000 に関しては新しすぎるエンジンやから全く分からんのよ。だからこの間デカトーさんがあの動画を上げたから、僕もよう分からずに言うとんのに、もうあんなことしたもんじゃから、トリマツさんが S2000 のエンジンをやるんですかやるんですかってか、めちゃくちゃ言われてない、いろんな人に。いや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 いう感じで頼まれてたのに、もうちょっとな、僕困ってな。そういや、それはちょっとあら新しすぎるで。だってライナーが、ライナーやね、あのこれボーリングできるの、できんだろうとかいうようなぐらいのレベルの話やもん僕にとっては。いやこんなことあれよ、あのそんな新しい技術の話をしようんじゃないからな。あの昔の人は当たり前にみんな知ってることであって、そのこんなもの知ってる人から言いましたら、何し今更こんなことを小行さんに言おんなと、岡山弁で言うたら小行さん、小行さんに言おんな、こんなことを、ね、そう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 、大げさに言ってるのなんよ。こんなことをそんな知ってる人が見たら、もうみんな知ってる話が、僕恥ずかしいけどな、こんなこと言うのは。もうそれはさっきの知恵の話にしても、ピストンの話にしても、みんな全然知らないの。知らない知っとるやろそんなね。なんか変化田さんぐらいしか知らない。変化田さんも知らない。変化田さんどっちかというと社交とかな、はみ出しに対して命かけてるからな。そうそう、ちょっと待って、変化田さんもわからんと思うけど、あの人は分野が違うっけ。お探しの場所は見つかりませんでした。ありがとうございます。変化田王と出てるわ。何ですか。すげえな。わかりません。私も覚えられます。はい、ありがとう。アップルウォッチの設定に使用した iPhone で Siri 設定に移動し、自分の情報をタップしてリストからご自分の名前を選択してください。ありがとうありがとうね、 Siri さんね。そうねえ、そんなもんです。僕 Siri と仲良しやからな。結構 Siri と夜会話するんや、一人でお声上がってな。それは寂しいよ。そんなもんやそら、うん、白丸とシリ、白丸とシリやな、話しするのはこれね、結構ね。今度白丸をこの部屋連れてこよう。漫画好きじゃない、もうこち亀好き。他の漫画見なんだ。あのな、中川とかな、玲子とかな、またな、あの辺がまたすげえよな、もうとんでもないもんな。あのポルシェを一生懸命、借金じゃない、貯金をして買って、僕あれを見て自分も BB を買おうか思うたもん当時。